北京外大サイン専門北京外国語大学は北京市会余毒にある中華人民共和国の国立大学である。1941年に設立された。略称は北京外大、北外、英語では部数北京外大は教育部が直轄する国家重点大学の一つである。北京外国語大学は中国政府指定の全国重点大学の一つで、 国家プロジェクト211皇帝対象校に指定された高等教育機関であり、985皇帝によるイノベーションプラットフォーム国家プロジェクト対象校に指定された。外交部の概算統計で、北京外外卒業生のうち、大使就任者は400名余り、3時間就任者は1000名余りに上り、外交官の揺りかごと称されている。 中国の外国語教育では最も古い歴史のある大学であり、中国にある外国語大学の最高峰である。キャンパスが所在する北京市会を独は大学区であり、北京大学や聖火大学、中国人民大学などが置かれている。中国のイノベーショントックである中間村が隣接している。外交官や国際公務員など対外関係業務に従事する。 国際的外国語人材を養成するのが目標であり、中国で最も多くの言語を教育している。中国と国交のある175カ国の公用語をほとんど解説している。北京外大には115の専攻科があり、うち41の専攻科は本学にしかない専攻科となっている。国家重点学科は4科北京市重点学科は7科を有している。 教職員数は1269名、世界54カ国、地域からの外国籍教員は165名となっている。教師の90%以上は海外での教学経験がある。毎年約1000万人以上が受ける普通高等学校招き生全国統一講師の2019年順位によると、 北京外国語大学は全国の大学成績の上位0.11%から0.50%で高校でこの大学に合格するために必要な点数から北京外外の偏差値を計算すると70以上6世級世界高等評価大学である。北京外外は加藤市販社会調査研究所の2013年から2017年までの5年間の 中国人学生の入学点数別の順位調査結果によると、外国語大学の中で1位、中国の文系トップ10位内、中国の大学2956校の中で、文系、理系総合17位である。2019年中国の年収研究所、滝木むくいにおける研究発表によると、新入社員の出身大学別給与ランキングは、第1位が、聖火大学、 第2位が北京大学、第3位が北京外国語大学だった。続いて、上海交通大学が第4位、対外経済貿易大学が第5位となった。中国の文系大学トップレベルの北京外大は外国語大学であるだけに、理工系科目を順位に反映する QS。世界大学ランキング評価では、世界総合500意見前後である。北京外大は、 国際小学部の中に理系の専攻が作られており、国際小学部を中心として理系水準を向上させるため、コンピューターサイエンス学部やビッグデータ解析学科などを開設している。北京外大の英文科などの主要学科は QS 前、世界大学学科のランキング上位51位から100位以内である。中国最高の外国語大学という評価を受けており、 ほとんどの中国大使の出身大学が北京外大でもあり、中国の年収別で言うと第3位である。世界72の国と地域の426の高等教育機関と提携を結んでいる。約1600人の留学生が在学中である。外国人が北京外大の本科に入学するためには、英語成績や中国語成績、入学試験が課せられるが、 成績優秀者は入学試験は免除される。ニューファンドランドメモリアル大学、ルイビル大学、バージニアコモンウェルス大学、イエール大学、カリフォルニア大学バークレー校、ロンドン大学アジアアフリカ学院、フランス国立東方言語文化学院、ロシアモスクワ国立言語大学、ドイツゲッチンゲン大学などとの間では実質的な協力関係を築いた。 アイルランド国立大学メヌース校、フロー人間大学、マドリードコンプルテンセ大学、ノースウェスタン大学、エジンバラナピエ大学、ランカスター大学などの大学と交流している。日本との関係では、北京日本学研究センターが併設されている。北京日本学研究センターは中国における、日本語、日本研究、日本との交流に携わる人材の養成を、 目的として、1979年の大平、正義首相と、が国宝首相の合意に基づいて1980年に設立された日本語研修センターの後を受け、国際交流基金及び中国教育部双方の協議により1985年に開設した。日本の定型大学としては、東京大学、東京工業大学、京都大学、大阪大学、 名古屋大学、筑波大学、明治大学などがある。広島大学、関西大学、大東文化大学とは両大学の学位が取得できるダブルディグリープログラムを結んでいる。日本からは200人ほどが北京外大に留学していて、日本の学生は北京外大の中文学科の日本人特別本科で4年間留学する学生が多く、日本の大学から 半年や一年間以上の日中交換留学プログラムで来ている学生も多い。北京外大の留学生の約4分の1が韓国人の学生である。韓国のソルブリッジ国際経営大学、高麗大学、清金館大学、四世大学、関陽大学などの大学と提携している。北京外大と中国教育部がもに韓国外大で韓国外国語大学校、 孔子学院を成立させた前景図書館、ありがとうございます。